皆さん、こんにちは。ホグワーツレガシーの12回目の放送となります。前回の放送では薬草学の授業を出席し、ガーリック先生の指導のもと、マンドレイクなどの栽培方法を学んだところでお話が終わっています。今回の放送では魔法薬学の授業に出席、治療薬などの作り方などについて収録しています。それでは今回もゆっくりお楽しみください。第12夜開幕です。みたいね。じゃあ今度はおしゃべりをしに寄ってね。生徒の話を聞くのが私の楽しみの一つだから。いい先生だね。アティとこの二人は何の話してたの？この二人なかなか怪しいな。何か企んでいるわけではないと思うが気にはなるな。さっき音楽聴きすぎて耳キンキンしてんじゃん。耳がキンキンって大丈夫ですか？解散。あ、新しいクエスト。あ、魔法薬学が追加されてるね。じゃあこれやるか。わーい、魔法薬学だ。楽しみだな。これか。よし、行こう。ファストトラベルでワープだ。校長が許すわけないわ。自分が無能だってバレちゃうもの。本当のことだけど。よし、じゃあ闇払いのバッチがあったわ。ゴブリンの反乱について話してないことがあるはずよ。おう、授業開始だ。魔法薬学は教科の中でも特に困難かつ危険な科目だ。ミラノ5年生になったのだ。規律と知性をさらに高めていくことが求められるぞ。今学期はまずウィゲンウェルド薬の調合から始める。ミスター・タッカー、この魔法薬が重宝される理由について説明してみたまえ。はい先生。ウィゲンウェルド薬は様々な傷の消毒だけでなく治癒にも使えるからです。癒せる傷もあるが全てではない。レイヴンクローに特典だ。今日の授業が終わるまでにウィゲンウェルド薬の調合を君たち全員にやってもらうぞ。いつ必要になるかわからんからな。さあ始めたまえ。これ使えるね。力を込め均等な動きですりつぶすんだ。はいはいはい。解散、回せてませんけど。大鍋はきちんと正しい方向に混ぜなくてはダメ。ごめんなさい、反対でしたね。幸先悪いスタートだね。大丈夫かな。くしゃみ一つで大惨事だ。フォークランプの体液。大部分は正しい混ぜ方を覚えていたな。うん、これは調合しやすい魔法薬ではない。よくやった。最近の活躍を聞く限り防御の効果があるエデュラス薬の調合も練習するべきだろうな。ウィーズリー先生がピピンからレシピをもらえと。はい。うん、当面は私の部屋で材料が見つかるだろう。だが次からは自分で材料を用意するように。薬草学の授業で育てた植物から収穫し、珍しいものは購入する。だが他の材料は手に入りにくいかもしれない。もう少し工夫が必要だ。調合が終わったら持ってくるように。初回が運なのか実力だったのかを見てやろう。大丈夫あんた。シャープ先生は闇払い時代にいろんな経験をしてるはずだ。そういう話を聞きたいよ。それだと魔法薬学じゃないから無理じゃないかな。ゴブリンの反乱の噂を聞いた両親は学校や…君、シャープ先生の部屋に入っていいと言われてたよね。そうだけど、それがどうかしたの？すごいや、
そのおかげで君はとある大発明に関わることができるんだよ。僕はギャレス・ウィーズリーだ。恥ずかしながら魔法薬界の神童って言われてる。はじめまして。あれ、ウィーズリー先生は親戚なの？血のつながったおばだよ。おかげでいつも監視の目が光ってる。でもずっと見張ってるはずないからね。聞いて、エデュラス薬なんてトロールほどの頭があれば誰だって作れる。実は今すごい魔法薬に取り組んでるんだ。でもたった一つ、最後の材料が足りないんだよ。私の出番ってことだね。君は切れ者だね。欲しいのはフーパーの羽1枚だ。君はシャープの部屋に入る許可を得てる。代わりに持ってきてくれないか？だ、やだよ。やめておいた方がいいと思う。どうかな、シャープ先生に目をつけられたくないよ。それはないよ。フーパーの羽はそれほど貴重じゃないから惜しいとも思わない。悪気できないよ。頼まれた材料を集めるので頭がいっぱいなんだよ。悪いけど手伝えない。仕方ない、他の手を考えるか。盗みはしたくないから却下だよ。アッシュワインダーの弾を集める。ああ、はいはい、闇の野犬の毛皮を集める。これか。これさっきどっかで手に入れた記憶があるな。あ、レベリオ。おお、あるじゃん。何なんです、防塵&バークスについて。わあ、そうなんだ。じゃあ、はい、装備します。レベリオ。そうですよ、ギャレスに材料を渡してはいけないですよ。魔法薬調合台でエズラス薬、ね、あー噛んじゃったね。ここで作りたいと思います。あと28、27ということでちょっと飛ばすか。はい、完成。入手します。というわけで作ったの。これはなんだ、フェリックス・フェリシス。おお、これもいいじゃん。でも材料が足りないね。くそ、残念。それからゼニアオイルを加えて、それで、あれ、どうなってるんだ。どこだ。待てよ、おかしい。うわ、何が起きた。あらら、やっぱり怪しかったんだよな。ギャレスの手伝いしなくてよかったね。ミスター・ウィーズリー、今度は何だ。すみません先生。グリフィンドールから原点、再びだ。言われた通りエデュラス薬を作りました。課題をやり遂げたようで何よりだ。特筆すべき出来事と言えるな。ミスター・ウィーズリーと話しているのを見たぞ。強引なところがあるからな。よく従わなかった。いい判断だ、君を見くびっていた。この授業は高度な内容の上に君は新入生だからな。ご期待に応えることができて嬉しいです。なかなかできないことだ。ただまだ魔法薬の達人ではないぞ。いいな、さまざまな材料の組み合わせをしっかりと把握するだけでなく、材料そのものの理解も必要だ。薬草学には特に身を入れるように。ここでの調合に必要な植物も育てるからな。さあ、調合を練習できる場所を探したまえ。熱い大鍋を置くには場所をよく選ぶ必要がある。以上だ。どうもどうも。シャープ先生に褒められた。なんかこっちまで嬉しくなってきました。授業は終わりだ。よし、メインクエスト完了ということで。あー、ホークランプの待機なんかないよ。作れるやつないね。材料集めていかないと。ギャレスのことは悪いけど、ほっとこう。じゃあ次何やろうかな。